文武大王は、大韓民国海軍の駆逐艦。李春新旧駆逐艦の二番艦。艦名は、文武王に由来する。文武大王は、KDX2 に基づく4,400トン旧駆逐艦として、現代重工業で建造され、2003年4月11日浸水、2004年9月30日に、収益した。2007年5月28日、沈め海で、 射撃訓練中に5インチ砲内で砲弾が爆発して、砲身が破裂する事故が発生したが、人的被害はなく、砲身は翌月8億ウォンの費用をかけて交換された。2006年、2008年のそれぞれにリムパック2006、2008に参加。2009年2月6日、ソマリア沖の海賊対策のために本艦が派遣されることが決まった。 国会で派遣動意案が認められれば、ユーとシールを含む約310人からなる派遣部隊は3月中旬に韓国を出発する予定。3月13日、海賊対策に着くため、本館と関西ヘリコプター及び特殊部隊30名からなる清見部隊が人海基地からソマリア沖に向けて出港した。4月3日、バーレンに到着し、 合同会場部隊司令部で、海賊作戦に必要な準備と調整を実施する。4月15日、マーシャル諸島籍の商船の救助要請を受けこれに、大初、16日に、韓国籍商船、ファインギャラクシー号の護衛を開始、17日には、デンマーク籍の貨物船、ピューマ号からの救助要請を受けて、関西ヘリコプターを派遣、海賊行為を未然に防いだ。 5月14日、エジプト赤線から、急な信号を受け、アメリカ海軍、CG-64 ゲティスバーグと共に、関西ヘリコプターを急行させ、海賊船を発見し、アメリカ軍が乗り込み海賊17名を拘束した。8月19日に、任務終了し、9月14日に帰国する。2011年8月12日に、 清見部隊第8次隊として2度目のソマリア沖、アデン湾への派遣、翌年2月まで、護衛任務を遂行する。2012年1月中旬に、任務終了。2012年12月27日に、清見部隊第12次隊として3度目のソマリア沖、アデン湾への派遣、翌2013年1月下旬に任務を開始し、5月に、終了する予定。2018年、 ソマリア沖に派遣されていたが、リビアで韓国人ら4人が拉致される事件が発生。ソマリアから離脱して、リビア沖へ移動している。2021年、清見部隊として派遣中、上院内で新型コロナウイルスの集団感染を確認。作戦を停止して、乗組員全員を空路で帰国させる措置が取られた。感染者数は、部隊員301名に対し、 272人となった。ありがとうございます。